れなさい。それは裸もなんなんで着替えてた。一つ聞かせてもらってもいいかな。ルベリアさんをこの部屋にあげたことは。実はまだこの部屋に呼んだことは。もちろん他の女を連れ込むはずもない。ああ。この女物下着とアクセサリーと化粧道具と長い髪の毛は一体誰のもんなんだよって。あいつらあれだけ言ったのに痕跡を残しまくんじゃねえか。匂うんだよ女の匂いが。嘘の匂いが。私は嘘が嫌いだ。早い。このラインはよ、嘘をついてると認めるってことだよな。いやダメだ、今は逃げるしかない。兄貴が逃げられやしねえぜ、兄貴。